徳島大学高等教育研究センターアドミッション部門の、上野と申します。今日お時間をいただきましてありがとうございます。早速説明の方させていただきます。はい、まずですね、はい、すいません。じゃあこちら、本日の、タイトルですね、留学者選抜の概要、令和5年度、今の高校3年生、既卒生の方、7人オープンキャンパス2022についてでございます。次お願いいたします。本日はですね、まあ、毎年この時期に、令和5年度の入学者選抜要項を発表させていただいておりますが、この度はですね、まあ、後ほどちょっとご説明いたしますが、あの入学者選抜の概要という形で、まあ、それは確定しておりますので、この場で概要は説明をさせていただきます。ですので、記事にしていただく場合は、要項の発表ではなくて、概要を発表したという形で、表現いただければ幸いでございます。で、入学者選抜要項は来月下旬までには発表しますが、入試日程を除きまして、内容は今日お伝えするのとほぼ同じです。ですので、その点ご承知いただきたいと思います。次お願いいたします。じゃあなぜ、選抜要項を今日公表できないかと言いますと、実はですね、これ文部科学省6月3日付で、いわゆる大学入学共通テスト、これは追試験を行うと。で、あと個別学力検査におきましても追試験の設定をということで、要請がありまして、今、その準備をしている関係で1ヶ月遅れております。あとはですね、まあ、昨年入試に関しては切りつけ事件があったりとか、あとは不正でスマホを使ってカンニング事件があったりとか、そういったことに対しての、対応、これも、各大学に要請を、しておりますので、そのあたりも、しっかり今現在詰めて、7月下旬の発表に向けて、準備を進めているということでご理解をお願いしたいと思います。次お願いいたします。では、これから3点について、ご説明をさせていただきます。次お願いします。まずは、入学者選抜の概要です。お願いします。入学定員、現段階で、こちら、確定しております。入学定員総合科学部170名、医学部は、274名なんですが、昨年は入学定員289名ということで、こちら医学部医学科につきましては、地域医療の人材確保、研究員の養成確保ということで、ここ数年、入学定員の増が行われております。ただ、ここ数年においては毎年毎年、文部科学省、に、まあ、申請をして、それに基づいて、定員の、増が認められたら、まあ、この数字になるということでなりますが、現在は、調整中であるということで、こちら280から15、一旦274という形で、一旦公表はさせていただきます。歯学部が、55、薬学部は80、理工学部は、先ほど田村学長からお話がありました通り、以降融合プログラムが増員されますので、595から625と、政府資源産業学部は100名、トータル、現段階は、1304名という形で、入学定員を予定しております。次お願いします。各選抜区分単位の詳細を、一覧でまとめさせていただいたものです。入学定員各学科、専攻についてはご覧の通りで、徳島大学におきましては一般選抜前期、後期、総合型選抜は医学部医学科のみです。あとは学校推薦型選抜1、学校推薦型選抜2という形で、入学者選抜を、実施するということで概要を発表させていただきます。詳細はまたこちらの、各選抜区分の人数、ご確認をいただきたいと思います。次お願いいたします。こちらが、理工学部理工学科の、募集人の、予定の表でございます。これまで、8つのコースに分かれて、入学者選抜を、昨年度、実施をさせていただきましたが、医機械以降融合プログラムは入学定員は30名と、いうことで、それではどの入試を実施して、どういった入試科目を行うのかということにつきましては、現在文部科学省より選定されたものがつい先日ということでしたので、最終的な詰めを今行っております。7月の下旬までには必ずしっかり公表等をさせていただきたいと思いますので、それまでお待ちをいただきたいと思っております。一応こちら履修コース、こちらについては変更はございません。新たに以降医機械以降融合プログラムが入るという形で現在検討しているということでお願いいたします。次お願いします。
それでは2番目、令和5年度入学者選抜の主な変更点、これについてご説明をさせていただきます。次お願いいたします。現在ですね、まあ、ちょっとこれ、令和2年度 の情報ですけども、ちょっと最近のものがまだ出てないので、これを表示をさせていただきます。現在ですね、入試方法の多様化が非常に今進んでおりまして、国立大学、公立大学、私立大学、今から、約20年前と、つい最近に比べていただきますと、一般入試、まあ、今で一般選抜という言い方になっていますが、推薦と栄養入試総合型選抜が少しずつ国立大学割合が増えておりまして、こちら国立大学協会が2015年国立大学の将来ビジョンに関するアクションプランの中で、この学校推薦型選抜1と、総合型選抜については入学定員の 30%、これを目標に、する方針が出されております。で、まあ、公立大学は、やはり、もうすでにかなり数が増えていますが、私立大学はもう昔と、かなり、様相が変わっておりまして、もうすで、に推薦総合型選抜が一般入試、の半数よりかはもう多くなって、こちらから入ってくる学生の方が多いというような、状況になっております。国立大学はそういう方針が出ておりますので、まあ、その方針に基づきまして、徳島大学では、学校推薦型選抜については少しずつ、これまで改革を進めてきてまして、入学定員を多くしてきているというような実情がございます。その一環の中で次お願いいたします。生物資源産業学部におきまして、学校推薦型選抜1、大学入学共通テストを課さないものですが、地方創生型地域産業振興枠、この入試制度を導入いたします。これはですね、どういう方針で行うかといいますと、こちらちょっと読み上げます。自ら住む地域に愛着を持ち、地域の、生物資源を利用する産業を発展させる創造的活動を目指す入学者の受け入れを目的として、実施をいたします。ですので、この生物資源産業学部の、まあ、いわゆるロールモデルをしっかり作っていく、というような非常に特徴的な入学者選抜の制度になっておりまして、次お願いいたします。こちら推薦要件にも表しておりますが、大学または大学院卒業終了後に徳島県内高校卒業者は徳島県内、徳島県外高校卒業者は出身都道府県内または徳島県内におけるバイオ、食品、一次独立産業のいずれかの担い手として強く志望するものという形で、こちら地域志向枠という形で新たに導入をさせていただいています。これ地域枠ではありませんので、その点は、ご注意をいただきたいと思います。推薦要件並びに次をお願いいたします。選抜方法、こちらは詳細の説明を割愛いたしますが、ご覧の内容に基づきまして、新しい、入試を導入するということを発表させていただきます。次お願いいたします。もう1点あります。理工学科光システムコース、こちらは以降、いい光以降融合プログラムの選抜者ではありませんので、従来からこの光システムコースで、導入する、次世代光フロンティア入試、これを行います。こちらはですね、ちょっと簡単に申し上げますと、次世代光科学に関する研究に強い関心と、それを学ぶために必要な基礎学力を持つとともに、将来光科学を通じて生活を豊かにすることへ意欲を有する入学者の受け入れを目的として、実施をするということで、本年度から導入するということです。次お願いいたします。各、入学者選抜の、推薦要項、ご覧の通り、次お願いいたします。選抜方法は、こちらということになっておりますので、ご確認をお願いいたします。でこちら生物資源産業学部の地域産業振興枠、次世代光フロンティア入試ともですね、出願要件の一部ですが、英語の民間試験を活用するという形で、考えております。以上、こちら2点につきまして、ご紹介をさせていただきました。次お願いいたします。最後となります。オープンキャンパス2022でございます。次お願いします。この2年間2020年、2021年とともに、コロナ禍で、実際オープンキャンパスといえば大学に来て、まあ、授業を見学したり研究室を覗いたりということで実施をしておりましたが、もうコロナ禍によって、もう対面でやっているオープンキャンパスができませんでした。
こういう形で、ウェブで、オンデマンドの配信をしたり、ライブ配信をしたいということはこの2年間続いたんですが、次をお願いいたします。これ昨年度実施したオンライン形式の、説明会で受験生の声からこういったことが分かりました。オンライン、ズーム、これに関して肯定的な意見、時間に余裕のない受験生にとって移動時間なく大学を知ることができるのは非常に便利だ。で、遠方からの参加のためズーム形式の方がありがたいということで、ズーム形式をやると関東とか、あるいはもっと遠い北海道とか、場合にはかなり少数ですけど海外から参加をされるということはレアですけどありまして、こういった肯定的な意見もありますが、一方で対面開催を望む声もあります。やはり実際に徳島大学を訪れ、どのような雰囲気で勉学に励み研究をしているか、やっぱり見ている、その場で疑問に思ったことを対面など質問して解決できると。オンラインの場合もできなくはないんですが、こう気軽に聞けるっていうことがなかなか受験生にとっては難しいのかなと、いうことで、こういった声も反映しまして、次をお願いいたします。少しずつ対面開催を復活したりとか、ハイブリッド形式による開催を行いまして、入試情報の提供だけでなく、各学部の教育研究に触れる、大学を知る貴重な機会として、今年度から少しずつ復活をしていきたいというように考えています。私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。